ウーファパラストアムツ九1935年頃、ベルリン動物園駅の地下鉄の出入り口から、ウーファパラストアムツオーは、ベルリンのシャルロッテンブルク区ハルデンベルク通り29番地にあった大規模な映画館である。1919年の開業時に1740席を備えており、1925年には2165席の規模に改装された。ハンブルクに、 2200席を備えたウーファ、パラスト・イン・ハンブルクが開館するまでは、ドイツ最大の映画館であった。この映画館は、1920年代から1930年代にかけて、最も重要な風切り映画館の一つであった。ベルリン・シャルロッテンブルクにあったベルリン動物園の展示ホール、1908年。その後、劇場への改装を経て、映画館に再改装された。 動物園の展示ホール、1906年もともと、この建物はホテルアドロンの建設に携わった建築家の一人であったカール・ガウゼ、1851年から1907年の設計により、1905年から1906年にかけてベルリン動物園の展示ホールとして建設され、ビルヘルムスハルと名付けられた。その後年に西側のホールが、 アルトゥール・ビーバーフェルトによって劇場に改装された。さらに、建築家、オスカル・カウフマンによって映写室を加えられ、1913年から1915年にかけて、イタリア映画協会制作の映画、クオバディスが、ここで上映された。1913年から1914年にかけての、いずれかの時点で、この映画館は、シネス・パラストと称されるようになった。 1919年、ポの移植を受けた建築家、マックス・ビショフによって1740席を備えた映画館に改装された。改装後の初演は、1919年9月18日におけるエルン・ストルビッチ監督作品、ファッションの初公開であった。館内は長方形となっており、内装は簡素なものであった。客席は2層構造になっていた。客席は、 馬蹄形状に配され、舞台の壁面にはファイアンス焼きの当犯がはめられていた。その後この映画館は、1925年にカールシュタルーラッハによって改装され、2165席を備えるようになった。また、ナイトオルガンも設備された。後には、建物の壁面に広告が掲出されるようになった。当初は、照明と大きなポスターが掲げられた。 後には壁面を覆う大きな看板が設けられた。1936年のベルリンオリンピックの際には建築家アルベルト・シュペイヤによって建物の外装がスッキリした新古典主義的なものに改められた。この建物は1943年11月23日のベルリン空襲によって破壊された。1957年には後継施設として ツオーパラストが建設された。エ l ストレインジフォーセット、ダイベルトデフィルムズ、アメルシアバーラグ、チューリヒ、ライプツヒ、ウィーン1928、S122、ポパラストバイ WWW.ZLB. で、ハットインフォーメーションアバウトセベラルフィルムズアット w w w s p i、e、l f i l m t h e、A、t e r で。ありがとうございます。